あなたは美という言葉から何を思い浮かべるでしょうか。バランスの取れた顔立ち、しなやかな肌、サラサラな髪、引き締まったボディ、あるいはシミ、シワ、たるみや乾燥などといった言葉でしょうか。私たち玄米酵素は健康な体と健康な心を持ち生き生きとしていること、それが人間本来の美しさ、健康美であると考えています。健康美は誰もが手に入れることができます。早速あなたも手に入れてみませんか。覚えておきたいキーワード、健康美の大敵糖化。糖化とは糖質とタンパク質を加熱することで褐色に変化する現象のことです。この糖化した部分に発生する終末糖化産物エイジスは老化を促進させます。人間の体内では細胞や組織を作っているタンパク質に糖質が結びつき、体温で加熱されてエイジスができます。糖化が進むとコラーゲン繊維が破壊されて肌の弾力を失う。老廃物が皮膚の細胞に沈着してシミやくすみができ、肌の透明感が失われる。髪の張りやツヤがなくなってしまうなどの現象が起こります。エイジスはまさに老化を進める原因物質なのです。糖化のセルフチェックをしてみましょう。体内のタンパク質が糖化しても初期段階では元の正常なタンパク質に戻ることができます。しかし高濃度の糖に長期間さらされるとエイジスという毒性の強い最終物質に変わってしまい元に戻れなくなります。そのためエイジスの値は血糖値の高い状態がどのくらい続いたかで表すことができます。掛け算の値が大きいほどエイジスの値が増えて老化が早く進みます。体内での糖化を防ぐためにも食物繊維の豊富なものを先に摂るなど血糖値を上げすぎない食べ方をしましょう。エイジスを増やさないためのポイントは2つ。まずは食品由来のエイジスを少なくすること。高温で調理するほどエイジスが増えやすいです。エイジスが多くなる調理法は多い方から順に揚げる、炒める、焼く、蒸す、茹でる、生のまま食べるです。ファストフードや甘い清涼飲料水も極力避けるようにしましょう。もう一つのポイントは食後の血糖値を抑えること。早食い、まとめ食いはせずゆっくりと噛んで食べる。野菜や食物繊維の多いものから先に食べる。低GI食品を取り入れる。食後5分くらい歩くなどの軽い運動をする。血糖値を上げすぎないなど糖化を防ぐ食事や生活習慣を心がけましょう。覚えておきたいキーワード、健康美の大敵糖化、いかがでしたでしょうか。毎日の食事から健康美改革、株式会社玄米酵素は2023年10月1日に創業52周年を迎え53年目に入りました。これからも食と健康に関する様々な活動を通して皆様の健やかな生活をトータルでサポートしていきます。もう一つのキーワード酸化もぜひご覧ください。